はい、どうも皆さん、こんにちは。ジョーです。今日の動画なんですけど、イチューナに入った経緯を教えてくださいというコメントをいただいたので、今日はそれについて話していこうかなと思います。よろしくお願いします。でイチューナに入った経緯なんですけど、結論から言いますと、イチフナのセレクション試験に受けて合格してイチューナのサッカー部に入ったという感じです。日本の高校年代でサッカーやるとしたら、まあ、大きく分けたら J リーグのユースチームに入ってプレーするか、高校のサッカー部に入部してサッカー部でプレーするかの、まあ、2つだと思います。まあ、他にもあると思いますが、大きく分けたら、まあ、そんな感じになるのかなと思います。僕の場合は全くユースに行くことは当時考えていなくて、その小学生の頃から結構高校サッカーにも見に行っていて、あの冬の高校サッカーのあの全国の舞台っていうのは、やっぱ小学生から見た僕、小学生の時に見た僕からしたらかなり憧れの舞台だったし、まあ、その時からその高校サッカーでプレーするのはちょっとイメージしてたのかなと思います。当時強かったというか印象に残ってる学校は、市船、国見、安高校、鹿児島実業の4チームが結構僕の中で印象は強いかなと思います。当時行きたい高校とか特になかったんですけど、僕が当時中学生時代に行ってたサッカークラブがビバイオ船橋っていう船橋市にあるチームなんですけど、ビバイオ船橋なんですけど、たまに市船が使ってるグラウンドをでも練習することがあって、週1か週2ぐらいそのグラウンドを使っていて、まあそれもあるし、まあ、僕が千葉県出身で、千葉県鎌ケ谷市って言って船橋市にかなり近い町なんですけど、自然と市船には近づいていたというか近寄っていたのかなと思います。まあ、県外とかその県内にもやっぱ市船以外にも強い学校とか面白いサッカーする高校とかたくさんあったけど、まあ一番近くに一番名門校があるんで、自然とやっぱ一流なにこう近づいていたというか、そんな感じはしてます。でもやっぱ一流なって全国でもかなりの名門校だし、一流なに行きたいって言って入れる学校サッカー部ではなくて、セレクションとか試験に受けて合格して認められないとこう入部することができないっていうその学校でして、でもその市船に入るチャンスが訪れたタイミングっていうか、まあ、そういうのがあって、まあ、それは僕が中学生の時に千葉県トレセンっていう千葉県のクラブの先発チームがあって、それに中学生時代選ばれていて、その千葉県トレセンのスタッフの中に市船のスタッフがいたのか、たまたま来てたのか覚えてないんですけど、その時にたまたま目をつけられたというか、気に入られたのか分かんないですけど、その声かけてもらって、イチューナのセレクションに来ないかとか来てみないかみたいな感じで誘われたのかな、まあ、詳しく覚えてないですけど、まあ、そんな感じで誘われたのかなと思います。まあ、でもその時点ではただセレクションに試験に来てねみたいな感じで誘われただけで、別に合格したわけじゃ全然ないんですけど、そのセレクション自体も何人ぐらい来てたのか全然覚えてなくて、まあでも覚えているのはその千葉県トレセンのメンバーも少し来てたりとか、千葉県内の強いクラブチームの相手チームとか、まあ大体覚えてるんですけど、まあ、そういう選手が受けに来てたりとか、まあ、県外でもその強いクラブの県外のチームの選手とか来てたりとか、まあ、当時思ってたのはこのメンバーと同じチームでサッカーできたら面白いなっていうのは思いながらも、まあ、自分が一番目立ってやろうっていうギラギラしながらセレクションを受けたのかなと思います。で、まあ、結果的にそのセレクションに合格して、まあ、スポーツ推薦という形で確か一流なには入学したと思うんですけど、まあ、それで入部して一流なのサッカー部に入ったっていう感じの流れです。という感じでいかがでしょうか。
こんな感じで柔軟に入りました。というわけで今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。いつも見ていただきありがとうございます。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love?